シリア戦のスタメン、世界一の仕様で行く模様。16日のミャンマー戦で温存した久保建英ら主力8人を先発起用し、前回ワールドカップ予選の連戦時は見られなかった大幅入れ替えが濃厚だ。森保はじめ監督が掲げる、世界一仕様のターンオーバー術構築の狙いを占う。世界一になったことないけどね。相馬の格落ち感、左サイドまともなんとかならんか？普通に左に浅野か南野か久保だろ。伊藤と久保さん共存できれば最高だけどさ。怪我だけしないで体力温存で欧州に帰ってきてね。森保すごいな。選手揃ってても本人バラバラで力発揮できなかったジーコとは大違いだわ。森保というか、今のトップ選手たち自身がそういう考えを持ってない。ターンオーバーなんかしたら、長なんとかが空気乱すからできなかったんだろ。まあ森保のターンオーバー派ワールドカップでは痛い目見たんだがな。これで勝ったらもうアジアカップ、予選で海外組呼ぶのやめてほしい。なお、テレビ放送派見ていい？